午後正午の日本ゲーム情報、さあやってきました。また VR です。見づらいかもしれません、申し訳ないんですが、今回は VR でやっていきたいと思います。今回アメリカ国防総省からね、ロシアのスホーイ33撃墜命令が出ました。で、早速ね、この空港から飛び立って撃墜するよねっていう命令が来たんですけど、見てください、スホーイ33ね、なんとね、午後正午と同じ空港にいました。今ね、敵もね、午後正午発見したと思います。このスホーイ33はね、午後正午の FA-18 戦闘機撃墜命令が出されていると思うんですけど、まずはね、キャノピー開けて、じゃあちょっとね、今から撃墜しますよって教えとかないといけないんで、挨拶だけしておきましょう。あー、遮っちゃった。さあ、お互いね、撃墜命令出されてるんで頑張りましょう。あ、やばい、ぶつかる。もうここで撃墜しときましょう。でかい、かっこいい。あ、でかいな、スホーイ33。これ VR で、おそらくね、画面ではなかなか伝わらないんですけど、VR で見たらめちゃくちゃすごい。ぜひね、この光景を VR で見てほしい。パイロット。さあ、いい感じですね。これもうどうしようもない。敵にダメージを与えている。あれ、スホーイ33と戦ってますね。なんかだいぶ燃え上がってますね。ちょっとね、じゃあリプレイ見ていきましょう。さあ、ブルーエンジェルス仕様の午後正午、速度を上げて、なぜかね、滑走路から外れていきます。おー、かっこいい。おー、完全にね、オフロード走行するブルーエンジェルス。音がかっこいいな。ブルーエンジェルスとスホーイがすれ違う。なかなかこの光景は見ない。おー、かっこいい。やっぱスホーイってでかいっすね。こうやって FA-18 と並ぶとめちゃくちゃ大きさの差を感じる。お、なぜかね、午後正午キャノピー開けましたね。さあ、加速して追いつく。おー、急ブレーキ。すごい、急ブレーキして主翼のね、大きさの差でなんとか回避。さあ、午後正午が展開した。なかなか見られないこの光景。おー、さあ、なぜか出力が上がった。おっと、すごい、機体が振動している。あー、なんか部品がバラバラと落ちていく。これはすごい光景だ。スホーイもう困惑している。午後正午、状況は把握しました。おそらくね、アメリカ国防総省もロシアも敵戦闘機の位置を把握していない中、午後正午もロシア戦闘機もちょっとトイレに行きたくなって、このパーキング空港によってね、用を足してて、さあそろそろじゃあ撃墜に向かうかって言って出発したら、たまたまね、寄ったパーキング空港がね、同じだったっていうことだと思います。午後正午気づきました。戦闘機って地上に降りている間は機関砲撃てないんですよね。飛び上がって車輪を格納すると機関砲が撃てるようになる。なのでこの状況何を意味するかっていうと、先に飛び上がった方が負けなんですよね。お互い忍耐強くこのパーキング空港で用を足してるのが一番いいんですけど、どうもね、スホーイ33は飛び立つんですかね。これは止まった。やばい、動きませんね。止まっちゃいました。どちらかが飛び立つっていう忍耐の戦いですかね。しょうがない、午後正午飛び立ってあげよう。さあ、離陸。車輪格のフラップアップ、武器投下。地上にいるスホーイを比重でやるしかないっすね。あ、やばい。いた。こいつを撃墜するしかないっすね。あれ、動き始めてる。あ、撃てない。あれ、安全装置。いました。じゃあここでね、やっときましょう。
さあ飛び立たせないぞ。飛び立つ前にスホイ33やっときましょう。さあやばい。スホイがそこにいることは分かってるんで、午後正午飛び立ちますね。さあ上昇、ギアアップ、フラップアップ、武器投下。さあスホイがいました、いました。さあここでね、やばい、危ない、いました、いました。先に空で待ってます。上空ではね、もう午後正午が待ち構えてるんで、いました、いました。結構遠くまで行きますね。もう遅いんで撃墜しておきましょう。あんまり当たんなかった。やっぱね、対空専用に作られてるんで、地上目標の攻撃は難しい。さあやばい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 、すごい技ができた。垂直上昇です。これはすごい。今ね、操縦桿が効かない。こっからの立て直しが難しい。完全にね、垂直飛行ですけど、立て直す。さあ、こっからがやばい。操縦桿引いて。立て直れ。やばい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 。さあ、向かった向かった。スホイが滑走路に向かっていった。これね、もう完全に後ろ通ってるんで、午後正午有利じゃないですかね。さあ、滑走路向かいますね。このね、スホイ33の撃墜命令出てるんで、ここで離陸するか。行った行った。アフターバーナー全開にして離陸しようとしている。すかさずね、午後正午も追いかける。アフターバーナー全開。後ろ取った。後ろ取った。さあ、ここで離陸して、ギアアップ。さあ、武器。スピード落として、やばい。追い抜いちゃう。武器、オン。あ、ギアアップ。あ、見失った。ギアアップしてる間に見失った。いました。逃げ始めた。さあ、スホイ逃げ始めました。敵はね、こっちの FA18 よりも格上なんで、機動力がすごい。おお、パワーあるな、やっぱ。スホイ33だと、なかなかね、後ろ取らせてくれないけど。さあ、おお、いい感じですね。いや、めちゃくちゃパワーある。ぐいぐい登ってく。フレア出してます。めっちゃパワーある。垂直で永遠に回り続けてる。強い。午後正午もね、今全開で行きますね。行きました。さあ余裕ですね。無事任務達成です。あ、ちょうどね、滑走路も前方に見えたんで、やばい、脇見。ということで、今回は無事ね、午後正午もスホイもパーキング空港に泊まってて、そんなね、スホイ33撃墜することができました。この動画面白いと思ったら、ぜひね、グッドボタン、ツイッター、インスタグラムでも情報発信しているので、ぜひね、そちらもフォローよろしくお願いします。
いろんな検証要望ありましたらコメント欄にたくさん書き込みお願いします。たくさんの応援コメントお待ちしています。ということで今回はスホーイ33と FA18 戦闘機パーキング空港でねばったり鉢合わせして、しかもそこでね互いを撃墜するっていう任務を与えられたらどうなるかということで、無事ね FA18 戦闘機午後正午勝利を収めました。日本ゲーム情報以上です。ありがとうございます。